道が誇る食材をご紹介します。まずはこちら、カニでございます。ここで大きな拍手が来る予定だったんですこれですよ、はいはい。で、今日はタラバガニ、稚内一番、北海道の一番貴重ですね。それと、あとこちらはケガニちゃんでございます。ケガニちゃんで、これがベニズワイ、ベニズワイガニ、これも美味しい。で、どれも美味しいんですが、いろんな食べ方があって、私はこれはボイルをしてるんですね、うん、ボイルをして、この足のこの付け根の部分が、美味しいんですけど、このまま召し上がっていただいてもいいんですけども、うん、それこそですね、うん、あの先のスパイス、うん、マヨネーズスパイスなんかもめちゃくちゃ合うんじゃないかなと。あとちょっと今日厳しいんですけど、炙る、炭火でちょい炙りタラバガニもめちゃくちゃうまいです。もう本当にもうこの世のものと思えないぐらいうまいです。これから、これはとにかく特徴はもう甘み、うまみ、もう凝縮、うん、ただし食べづらい、めちゃくちゃ食べづらいですから、よくですね、冗談で言うのは、永田町でちょっとあんまり会話したくない人と、なるほど、夜の会合をするときはカニ屋さんに行けって、みんな黙っちゃうから特に話が盛り上がりたくない人に対しては、なるほど、やたら陳情が多い人、陳情が多いときにはカニを出しとけば時間切れになっちゃう。今後大丈夫ですか？大丈夫です。特に緊張もありませんので、ね、この毛ガニがもう、でこれね、あの中が味噌なんですよ。あのこのカニ味噌、毛ガニの味噌はもう天下一品ですね。それからこれはベニズワイ、ベニズワイ特徴は、特徴だね、これ食べたことないんですよね。僕もないんですよ本当に申し訳ないことです。これ初めてどこで買ってきたの？わかない市場です。わかない市場。おお。なんか取って食べれるらしいです。ねえ。ああ、すごい。食べやすい。なるほどなるほど。すごい。いただきます。ちょっとどうぞ皆さん、あのこのこれちょっとカニをこどどんなものか、ちょっとこのまずは、もう、はい、すごい。あ、します。どうぞどうぞ。こんな加工がで、ね、甘みがありますね。すごい。いや、そのまま。うまい。おいしい、おいしい、甘い。で、ちなみにですね、皆さん、うん、私はカニにうるさいんです、うん、と申しますのは、私ね、カニ屋さんでバイトしてたんですよ。ひたすらですからカニを剥いておりました、一時期。職人ですね。すごい、カニ職人。で、ポイントはですね、やっぱこっちの白い方が柔らかいんですよ。ですので、まあ、こういう形で、まあ、でもカニはね、豪快にこう召し上がっていただくというのがですね、まあよろしいんじゃないかなと。手慣れてますね。まあ、こんなあれなんですよね。すごい、すごい、すごい、こういう感じだ、こういう感じ。いいでしょ、いいでしょ、絵力あるでしょ、これ。もう市場で仕入れてきた、地元の市場で仕入れてきて、門田が背負ってきたやつ。外にトランケースに入れて、いただきますか。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。カニゾウさん、そうですか、食べくれたカニ。人生で1回しか食べれないでしょ。いやいや、結構これから食べれるかもしれません。めちゃめちゃ美味しいです。入ってますね。でしょ、全然違う、さっきと全然違う。ぜひね、これをほじほじしていただくのがもう一番いいと思います。すごい、毛ガニ食べたことないかもしれない。私もないです。ないです。瀬戸内ではなかなか、さっきのカニの旨味とはちょっと申し訳ないんですけど、桁が、こんなに、あ、どうぞ、凝縮されてる、もう全然違います。すごい美味しそうです。いただきます。カニ流しみたいになってる。カニ流し。あ、このほじほじして、
違うでしょ味。全然違う。全然違うでしょ。違うでしょ。びっくりでした。いい反応。全然違う。でも本当に本当にです。わかるでしょ。濃厚です。ねえ。めちゃめちゃ濃厚。いやーこれはすごい。いやー。あ本当よ。今まで最高。口に入れた瞬間全然違う。違いますよね。まだいっぱいありますから。これがね北海道の力なんです。すごい。まあ同じカニでも結構違うかなと。味噌がこれがね味噌がねこれがまたすごいんですよね。うわーこれは素晴らしい。おおひっくり返っちゃった。ここの部分のお味噌をぜひ皆さんねすごいもう最高の味噌ですこれ。これ身と一緒に食べた方がいいんですね。それともでこの辺が我々の商品開発のこれからのポイントになって、ぜひその我々は食材を持ってくるので、これに皆様の出汁をですね、どういう出汁がこの北海道の食材に合うのかっていうのをちょっと、そうなん検証したいなと思うんですけど、ちょっといいでしょうかね、お願いして。部長、やっぱいろいろ出汁もありますけど、これ混ぜちゃうってのもあるんですか？あります、ね、はい、複雑で、濃厚な味になります。はい、昆布と何か混ぜますか？はい、私の昆布とアゴかなと思ったんですけど、こちら、あ、こっち昆布アゴ、昆布アゴ、あら面白い、はい、で、この3つでカニ雑炊、ウニ雑炊を作ってみようじゃないか。楽しんでるだけで終わっちゃうかもしれない。危ないなこれ。それでは雑炊ができました。で、ここにまずちょっと作っていただいたらちょっとご説明いただけますか。はい、これがまず部長おすすめのアゴ、一本だしの雑炊。はい、それからこちらがカツオとマグロのだしで取った雑炊です。ブレンド。はい、そしてこちらが伝道師おすすめの、はい、昆布とアゴです。この雑炊。はい、さあこれだけだとただの御社の美味しい雑炊ですから、これにカニを乗せなければなりません。タラバでいきますか。タラバ。はい、はい、お、はい、ありがとうございます。カニ雑炊、ウニも乗せさせてもらいます。じゃあいただきます。これどれも美味しい。うまい。全然違いますね、出汁で、はい、カニのうまさの引き立て方も、どれも、いや、こんなカニも僕食べまくってますけど、この食べ方は今までにない。カニ味噌雑炊が美味しいですね。これは超高級になりますけど、味噌部長いかがでしょうか。とにかく味噌がもう感動の美味しさで。感動の美味しさ。でもどれも美味しいんですよ。どうしてどれも美味しいんですよね。どうでしょう。いや、私は自分で選んだっていうのもあるんですけど、カツオの風味がグッとくる感じが一番好きでしたね。ただまあカニにどれも負けちゃいそうなんで、そこはちょっと負けないような味付けにしていきたいな。もうちょっと出汁を濃くしますか。濃くしたい感じですね。伝道師はいかがですか。いや、やっぱりね、リンゴさんのカツオがいいです。カツオマグロブレンド、伝道師の組み合わせは。いや、もうどれでもいいと思ったんですけど、やっぱりこの真ん中が私の一番。あら、そうですね。あらららら、やっぱ女性の意見が。はい、女性。私も同意見です。あ、そう。はい、で僕は部長の言う手前あんまり言えなかった。これダントツうまいっすよ。ダントツうまい。部長の前に言えなかったけど、ダントツうまいっすよ、これ。いや、申し訳ないことに。このライン最高ですね。いや、こんなこう、ブレンドでの仕方で違うんですね。これは一度皆さんに食してもらいたいな。まるっ
トモのカツオとマグロのブレンドだしを取った北海道産カニ味噌雑炊、これ最高峰ですね。最高最高。